お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2024の開封動画でございます。新インサードカードマジカルにご注目でございます。こちらはワンボックス18パック入りで、ワンパック7枚入りでございます。前編後編にで、9パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の9パックからやっていきたいと思います。まずは前編の9パックやっていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。唐川勇気投手のカードでございます。で、荻野貴司外野手のこちらカードでございますが、120枚限定のシリアルでございます。で、美馬学投手のこちらね、キラでございます。藤原京太外野手でございます。美馬学投手のカードでございます。こちらはね、ノーマルでございます。小川流星内野手でございます。で、上田久斗内野手のカードでございます。2袋目でございます。吉井正人監督でございます。佐藤俊也捕手でございます。で、佐々木朗希投手のカードでございます。で、コルデオ投手でございます。で、キラでございます。井上誠也内野手でございます。で、小川流星内野手のカードでございます。で、石川慎吾外野手でございます。元ね、日ハムでございます。3袋目でございます。松田直也投手でございます。北谷健太内野手でございます。ネフタリ外内野手のこれキラでございます。広畑敦也投手でございます。友次敦貴内野手でございます。中村翔吾内野手でございます。小川流星内野手でございます。4袋目でございます。安田久則内野手でございます。平沢大河内野手でございます。藤原京太外野手のカードでございます。上田久斗内野手のこれはキラでございます。森陽太郎投手でございます。で、コルデオ投手でございます。で、外内野手でございます。5袋目でございます。本前文也投手でございます。岡弘美外野手でございます。元ファイターズでございます。菊池陸投手でございます。キラでございます。中森俊介投手でございます。これカードでございます。
ダイクストラ投手でございます。田中春也投手でございます。山口浩輝外野手でございます。6袋目でございます。直筆サインカード出ましたので後で説明します。柿沼智也捕手でございます。藤岡雄大内野手のキラでございます。八木明投手でございます。上田久斗内野手でございまして、直筆サインカードでございます。これは大塚選手でございますね。大塚明選手のこちら直筆サインカードでございまして、81シールでございます。どこだかな、ここに置いておきます、はい、で続けていきたいと思います。山本大斗外野手でございます。中森俊介投手でございます。7袋目でございます。種市敦貴投手のカードでございます。中村俊也投手でございます。角中克也外野手のこちらでございます。西村隆弘投手でございます。元ね、日ハムでございます。木村優斗投手でございます。外内野手でございます。荻野隆外野手でございます。一つ言い忘れましたが、外選手は、去年まで、横浜 DeNA ベーターに在籍しておりました。8袋目でございます。滝光太投手でございます。佐々木朗希投手のカードでございます。荻野隆外野手のキラでございます。東條大樹投手でございます。荻野隆外野手のカード、こちらはノーマルでございます。木村優斗投手でございます。菊池陸投手でございます。最後、前編の9パック目でございます。金田優太内野手でございます。高部明人外野手でございます。で、安田尚憲内野手のカードでございます。西野雄二投手でございます。石川慎吾外野手でございます。柿沼智也捕手でございます。そして最後は愛と外野手でございます。はい、以上で BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2024の開封動画、前編9パック終わりたいと思います。後日ですね、後編の9パックもやってきますのでね、よろしかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。で、今回は直筆サインカードが出ましたので、後編の方はね、多分直筆サインカードはね、難しいと思いますが、見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。